新型については私たちのほとんどが接種してきたという経緯もあり、まあ非常に注目が集まる裁判となりそうです。ではそのポイントはどこなのか見ていきましょう。はい、まず訴えを起こしているのは。 接種後に亡くなった8人の遺族の方々そして接種後に副反応の健康,健康被害を受けた方々5人ですこの合わせて13人の皆さんは国に対して総額9152万円の損害賠償を求め東京地裁に集団提訴しましたでは原告の主張を見ていきましょう、はい、訴状の中ではです、ね、訴訟の目的や意義についてこのように書かれています国が 接種を新聞広告、テレビ CM そして YouTuber まで使って広報するなどして強力に推し進める一方、歴史上類を見ない頻度で接種後の副反応報告が上がり、そして次ですその中には重篤な後遺症害や死亡例も多数含まれていたにもかかわらずそのようなマイナス情報については国民に事実上広報しないまま 接種を推し進め、被害を広げたことに対する責任を問うことを主眼とした訴訟であると書かれているわけです。はい、ではその訴状にあります具体的な方法について見ていきましょう。若い方々でも新型コロナウイルスに感染し重症化する方もいます。また感染後症状が長く続くいわゆる後遺症もあります。三回目接種をすることで感染そのものを防ぐ効果。

担当大臣の河野デジタル大臣と人気ユーチューバーの動画についても書かれていました、はい、2021年6月24日にユーチューバーであるはじめ社長さんと河野大臣が対談している動画でして、うん、河野大臣がアメリカで2億回打ってるんですけどで、うん、死んでいる人は1人もいないそんなに心配することはないですと話したことについて訴状の中では収録前日の 6月23日に行われた副反応検討部会で6月13日までの累計接種回数は2368万5319回のうち死亡報告数が254件そのうち関連ありとして報告されたものが20件と報告されていて大臣による隠蔽と評さざるをえないとしていました原告側の主張を要約しますと政府は。 の接種を強く呼びかけたにもかかわらずのリスクについては積極的には説明してこなかったその姿勢について不正義としています。